大丈夫。今今日何の祭り今日？今日はこの神楽坂の祭り。神楽坂の祭り。はい、意味何この祭り？これは江戸時代から秋祭りやってます。はい、秋に。はい。おために何？はい、もうこの町が繁栄するように。はい、これを祭るおために何？例えば、いろいろ1年間とかそういうじゃなくて、今回6年ぶり。あ、6年ぶり。はい、6年。あ、大きなお祭り。はい、はい、あとさ、いろいろあれ何こう中ある、おみこし、みこしの、はい、いろいろ意味わかるの。モーニング。伏せていいですか？はい、はい。今、we are going inside and try to check another thing there for the mikoshi. Mikoshi. For the kids, kodomo. これは子供の。子供。ああ、これは？こっちが、これも子供です。これは子供。はい。何歳？これが一番ちっちゃい子供。あ、ちっちゃいの。はい。ここは小学生。ああ、これ。これ音。ああ、これは。これは。これ関係ない。これ引っ張るんです。あ、引っ張る。はい。ああ、これ関係ある。これも関係ある。何意味？これはお囃子の太鼓叩く。お囃子？うん。お囃子。これ音なの。これ音。これ一番大きい。これ大きい。はい。これ大きい。This is the for the adults. Adults which they use this one, mikoshi. Mikoshi.They use this one for the adults. Now, 今はいろいろわからないで、ちょっと教えて、はい、いいですか？すいません。この、これ。はい。これ。これ、意味何？これは神様の印です。神様の？はい、印。印。うん、ああ、意味、何のためにこれ？何のため？キリストでいうと十字架、はい、クロスみたいな、はいはい、神聖なもの、はいはいはい、そういう感じ、はい、全部に、はい、全部に、はい、cross、うん、and another one、うん、this one、why they put どうしてここを入れた？これ名前は何？これ、ね、名前は魂、うん、ソウル、ソウル、うん、あ、ソウル、ジャパニーソウル。だからこれ名前は？名前はこれだけ。このソウル。名前は何だろうな。神社。うん。聞いたら、から名前は忘れちゃった。うん、でも名前はある多分。これ。うん。ちょっと後で調べる。後で、はい。後でさ、ここいるはスピリット。スピリットじゃない？うん、スピリット。これ。これ。ああ、これ同じ、これ。同じ。ああ、スピリット。だから一番毎日の神社とか、うん、見て私は意味は知らなかったから、ちょっといろいろ探す何意味とか、うん、だから今日からもうあなたもいろいろ多分お話しする、そういう感じ。あ、ここ祭り何時からスタート？ここは13時半。13時半。うん、ああ。13時半、OKOKOK。サーティンハー。んで、どこから？ここの辺にだっけ？下から。下、外？来ました。
坂の下。ああ、少し下。あとでこっち行って、どこまで、はい、ずっとここぐるっと。ああ、はい、何キロ、うん、この町ずっと5時まで。5時まで、うん、すごいね。そう。わあ、大変でね。あ、後で一緒に、後で、はい、はい、お願いします。これ今すごい早い。何ビール？ビス？サプロ。サプロ。ありがとうございます。That's why they say that the scale. OK、ありがとうね。後で、はい、あの祭り、はい、一緒に見。一緒にやってみます。はい。ありがとうございます。